天野さん、こんにちは。メッセージありがとうございます。今回の動画も非常にうまくできてましたね。まあ、サムネイルもなかなか良かったと思いますけども失礼しました。まあ、サムネイルちょっとね、レベルアップしていっていただきたいなというところもあります。というのがですね、お得感があんまり伝わってこないんですよね。で、なんで伝わらないかっていうと、画像とあとはね、テクスチャ、文字のバランスなんですよ。まずはカフェオレがものすごくね、お得だよと、飲みたいよ、美味しいよって演出するためには、女性の姿がありましたけど、あれをね、ドアップでココアかなんかを飲んでる姿がいいですね。で、さりげなくローソンかどっかのね、コンビニのバックグラウンドがあると分かりやすいかなと思います。で、なんだ無料カフェラテってところをものすごく強調するようなテクスチャー文字を入れるといいと思いますね。無料カフェみたいなね、こんな感じですかね。まあでも本当にここまでよくやってきたなと思います。素晴らしいと思います。それからですね、動画の喋りなんですけども、言うことはいろいろあるんですけども、一定のレベルはクリアしてるんで、あとは熟練していくだけだと思いますし、あとは天野さんらしさをね、出すっていうのが一つあるかなと思います。できればですね、こういうふうにやってもらいたいんですよ。私がこういうことを言っても説得力ないかもしれませんけども、タレントの気持ちで出てほしいんですよね。もちろん多少 の演技とか入ってたんでよかったなと思ったんですけども、その格好ですよね。天野さんならいつも動画ではこの格好をするみたいなものをやるかね、もしくは天野さんは必ず眼鏡をかけるとか、なんかワンポイント必ずみたいなのをやっていくといいんじゃないかなと思います。私の場合はね、こういうふうな和室からお送りしていくのと、和服が多いと思うんですよ。で、隠居っていうタイトルで、なんか隠居っぽいかなと、なんか違うなって感じさせるものがあります。ちょっと前になりますけども、暗号通貨のね、情報発信を私ずっとしてましたけども、暗号通貨の情報発信する中で匿名っていうのはむちゃくちゃ多いんですよ。で、なんか匿名の上に偽名とかね、で、画像も全然本人出てこないみたいな、出てきてもタワーマンションとか、そういう中で、私の場合は和室からどっしりとお送りしてるところが、ちょっと人目を引いてチャンネル登録がね、ズババーと 5,6 千人増えたところに、インフレになったところがあったのかなと思いますね。まあ、それを振り返ってちょっと天野さんに参考になればと思いまして、今回の動画になりました。じゃあちょっと FX の動画解説もこれからしますんで、ちょっと待ってくださいね。